みんな見てた？ヒルナンデス。でね、レッスンが終わって。人が挨拶してたって、おお。ゆいゆいは今汐留かな、じゃあ。で、夜にもあるからね。あ、時間あると思って。だけど、まあでも、とかが。メンバーの新番組の収録の感想が重いけど、まあなんとかなるっしょって一日経ったら思って。いやでも絶対これはね、みんな不安になる。絶対なんか聞かされたものは、まあ私もしなんかそう、なんかちょっとなんかあーっていうあの展開になっても、まあそれもそれでなんか面白いのかなと思って、もうねまあどうにかなるっしょと思ってる。私この多分みんなそこあの触りのなんかこんなことやるよっていうことはまだ何も分かんないんだけど、まあ、昨日伝えられたやつでこうみんながこういろんなところでざわざわするのがきっとね狙いなんだね分からないけど ね、まあまあ楽しまないとねっていうとなんか余裕って言われそうだから、全然ね聞かされたものあれだとね、ちょっとね、やばいなって、どんな展開になっちゃうんだろうっていう感じなんだけど、まあみたいなそう、多分あえてね、まだね、教えてもらえないんだろうけど、いやでもメンタルブレイクしてメンバー、いやそうなるよ絶対。今回はもうその有利とか不利とかそういうのもみんな平等に、多分あの何か発表されたらなんかね、いろいろ変わってくるのかもしれないけど、今与えられてる情報としてはとりあえずみんな平等にこうなんかいいみたいな感じになるんだろうから、わかんない。舞台終わった後に情報解禁なのかな、いつだろうね。あ、確かに聞いただけだと心折れそうなんだけど、でも折れてたらね、戦えない、もう戦うかどうか分からんけどね、楽しみながらやんないとね、意味が、ここにいる意味がなくなっちゃうから。7月に始まっちゃうんだよ。どうなんだろう、7月に始まるのかな。本当にこの暑でやばそう頑張れるかな、結構いろいろね大変な感じになりそう。サプリとか飲んでる？サプリは飲んでないな。
サプリではないんだけど、なんか処方されたすごいなんかビタミンって感じのものは飲んでるよ。でもサプリでなんか予防しておくべきだったな。ねえ、サプリ好きは大丈夫？何飲んでるの？大丈夫？そう、真面目にやってた時にそうもらったやつがあって、それをね最近飲んでる。ねえ、サプリ好きベンチやばいよ、なんかやめてやめて。ああ、バラがたくさん降ってきた。花が、私の目が見えなくなっちゃう。マスクしてるから、もう余計に顔が見えなくなっちゃう。疲れ切ってでも綺麗、本当に？でも今日はそんなに疲れてはない、今日は。マスクビジってなんか喜んでいいのかどうかわからないんだけど。この間の舞台の時さ、本当になんか今までで一番なんか肌荒れがすごくなったの、私人生の中で。そう、それでわっやばいと思って、そうだ、マスクして稽古待ってたからなのかどうなのか、今までさ全然肌の悩みとか全然なかったのに急に。そうだから今回ちょっとそうなったら嫌だなと思って、ストレス。あの役が。いやでも役的には結構すっきりできるね、終盤とか叫んでたから結構すっきりできそうな役ではあったんだけど、まあでもプレッシャーとかなんかな、本番前とかは本当にうわーってすごいドキ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 したから、それが良くなかったのかな。あと単純にね、ご飯の管理とかも、ひなはねちょっとあれなんだけど、りんちゃん泣き言言わないのか、いや泣き言は泣き言しか言ってないよ私。それ私のいいところしか見てないよ多分、きっとそれ。そうだからちょっと今回も予防みたいな感じでね、すごいそうたくさんもらったから毎日飲んでいる。ゆい出てる、ごめんね、ゆいの日をなんで過ぎた人、ごめんね、邪魔になっちゃったよね。出てるってよ、ゆいゆい昼なんです、見て見て。メンバーに会ったら元気出るでしょ。うーん、出るね、癒されるすごく。両方見てる、おー器用だね。バチコイの衣装似合ってたよ、あー嬉しい。そう、私ずっと着たいなと思ってた小島さんのグリーンフラッシュの選抜の、もちろん選抜なんだけど、そうグリーンフラッシュの衣装が着ることができてね、すごく嬉しかった。もうずっと言ってたの、あれを着たいなって。ね、あの衣装さかっこいいよね。そう私も思った、それぬる様のテイスト。あれだね、カーキの感じだから。
私かっこいいポーズってさ、もうさ、仁王立ちするかさ、腕を組むとかさ、なんかそういうのしかないからさ、そうそう、どうしてもさ、なんかそう見えてしまうよね。みんなにも言われたもん、「ヌル様じゃん」って でもほんとあの衣装かっこよかった。ねえ かっこいいかっこいい。うん、みんなも可愛い。あれだよね、でも後半の人たちはまだあれだよね、出てないもんね。次の次だね。あとは小島さんのギンガムチェックの水色のワンピースの衣装を着るのをね、目標に頑張る。 TGC では真面目やらないよ やらないよ、神企画ね。ファンの人も楽しんでくれ、なんかね、くれたみたいだし、メンバーも着たい衣装が着れて、すごいみんなが幸せな 企画だったね。お昼ご飯食べたと？食べてないまだ。見てる我々も幸せな企画でした。よかったー。風邪ひいてるように見える。強いね、引いてない。フェスの時ってケータリング、うん、昼ご飯どうしよう。てくださいね、撮りたいよ。私の疲れ for you あげる、いらない 受け取って私の疲れを。やはりカレーだ。あー、カレーいいかも。カレーってどこで食べられるんだ。あー、チャーハンもいいね。いや、でも本番近いからやめとこう。今日はちょっとお野菜とかそういうのをたくさん食べないと。本当はチャーハンとかそういうのを行きたいよ、がっつり。マック大好きだよ。でもね、ちょっとマック今したらやだな。終わったらたくさん食べよう。いいマスクしてるね。そんな普通のマスクだよこれ。全然何の特別もな、普通だよ。密かにお腹鳴ってるからね買い物行かないよ。
デニーズで1万円企画しちゃう。どういうこと？1万円分食べないと帰れないとか？デニーズで1万円って結構じゃない？お前が止めてるよ。たくさん止めてる。でもおかげで顔がね涼しい。ちょっとここら辺モクモクしちゃうんだけど、でもすごい涼しい。めちゃめちゃピンで食べてる。私もすごいスプレーでねガチガチに食べてるから、踊ってもそんなにそう崩れないからね。髪はね、うん、しばらくそうね切る予定ないかな。今日スピン、うん、すごいマジムリの問い合わせが、いろいろ知ってるけど秘密でーす。ちょっとね判明したこともあるけど秘密でーす。私に。やばい、なんかめっちゃ疲れてる感じが出てきた。あ、でもね、いや疲れてる、絶対疲れてる。なんかさっき電話しようとしたの、そしたらさかかんないなって番号打ってるのに、なんであれって電話番号ってか電話かけるときってこんな画面だったっけってなんかふわっと思いながら、そしたら私開いてたの電卓のとこだったの。やばくない？これは疲れてるわと思った。電卓で一生懸命番号打っててさ、あれそれでどのボタンを押したらこれかかるんだっけって、それは電話のマークがないからかからないよねと思って。もうこれはやばいなって思った。でもねまだねご飯食べてる時に口の中噛んじゃったりとかしてないから、まだ究極ではないと思う。ね、繋がらないよね、そりゃね。あー、ごめんね、そんな心配させてしまった。全然大丈夫、でも今は。なんかリハがとっても大変だったから、でもそのリハーサルも落ち着いてきて、あと本番、あと実際に会場に行っていろいろ確認をしてっていうのだから、そうもう大丈夫だよ。ごめんね、すごい私が疲れた疲れたばっかり言ってるからすごいみんなに心配させちゃってるけど、全然大丈夫だよ。私いろいろなんか頭こんがらがってたけど、そう生理ついてきたから、うん大丈夫だよ。でも今そんな追われてるものもないから大丈夫。これか、私ちょっと空くかな時間。みんなもそろそろお昼休憩終わっちゃうでしょ。
息抜きは、まあね、どっかお出かけとか行きたいけど、そういうね、行けるあんまりね状況でもないから、終わったらパーって行きたいな。あと30分ある。休憩ありすぎじゃないそれって。めっちゃ休めるじゃん。デザインリンちゃんの T シャツ、そうそうなの。まさかタオルになると思わなかったけど、最初はね T シャツのデザインをっていう風にお願いされて、それで書いたんだけど、じゃタオルにもなってた。サンプルもらった。私じゃあ後でなんかメールとかに載せるか。左目かわいいね。右目は？右目かわいくないの？なんで？なんでそんなピンポイント？右目は？そんな左右差ある？昼ごはん何食べよう。このメンバーに何してる？いろ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 してるよ、みんな。今何食べたいかって？一番はケーキが食べたい。ケーキ食べたい。ご飯よりケーキ食べたい。でもご飯食べないとね、薬とか飲めないから。ケーキね、2つぐらい食べたいもん、なんなら。でこういう時に甘いもの食べるとまた肌荒れをすごいたくさんしちゃうんじゃないかって心配だから、ちょっとケーキは控えとく。いや私ほんと今ね、ワンホールマジでいけちゃう気がする。ショートケーキのやつだったらね、いけちゃう気がする。私の夢時に甘いもの食べるとしていますやばいだよね我慢します。終わったらパーって食べに行く。今度ケーキマンホールもぐもぐ配信やろ。あんまもぐもぐ配信私あんまりなんか恥ずかしくてできない。粛清してください。粛清って何するんだ。私別に直接手を下す人ではないので、そう、命令したらあとやっといてっていう立場の人なのであんまり直接やったことないんですよ。久々見たね、
こないだあのドラマの方のやつでも笑っちゃう、もういろいろおかしくて笑っちゃう、今あれ見ると。高校生の粛清なんて可愛いもんだよね。なんかすごい色した水をかけるぐらいの、そんなんでいいんだって感じだよね。強くないと拳を交わさせてくれないよね強いから私。ああ実況配信してたね。なんかあやねと一緒にやってた人が、あやねがなんか寝落ちしそうなみたいな、あと一回もう眠くて眠くて配信にいなかった時もあった、あやねがっていうのを覚えてる。やってたね確かに。大昔の話みたい。そうね、3年前くらいか。確かに、なんかあの時のヌルとさ舞台の時のヌルってなんか全然違う。まあね、年数経ってるからあれかもしれないけど、私の演技力の問題かもしれないけど。あまり大きい声を出すっていうのがさ、やっぱよくわからないっていうか、そう経験が全然なかったからさ、確かに成り立てのぬるちゃんだから確かに小物感あるよねあれね あのキャラの変わり方は中二病だからなせる、なんかそういう感じだよね映った昼なんです。今何時かな、時計見る。おう12時40分ぐらいか。リンリンといえばアイス、アイスといえばリンそんな、でも今ね冷蔵庫に、冷蔵庫じゃん、冷凍庫に、お家の冷凍庫にねハーゲンダッツね3つストックあるの。楽しみに食べるのが、この間スーパー行った時に買ったんだ。楽しみだ、食べるのが楽しみだ。すぐヌル様っていうのやめてよと今ヌルじゃないし今の。いちごと抹茶と、うん、なんかなんとかミルクティーみたいな。群馬県のおかげで確かにそう言ってたね、それね。そうカップのやつ。ああ
それだ、ロイヤルミルクティーだ。そうそうそう、誰に買いに行かせたんです。なんでパシリキャラになってる。自分で買ったよ自分でちゃんと買いに行きましたよ。コーヒーより紅茶派で、コーヒー飲めないんだよ。セリちゃんとアマちゃんに買いに行くねえその設定引きずらないでよ。ちょっとも、うそうやって粛清すっつぁもう本当みんな好きだな。そうだぞ、こっちは名誉先民様だぞ。ここで先民出てきたらもう何も言えないほんとひなが好きって言ってくれる人ほんと消滅したよねひなちゃん、青技のことはおなじみ。うん、私はおなじみっていう、青技言わないな。ひなも好きだよ。ほんと私一番最初のやつのあれ言えるもん、ひなのやつ。すごくない？本当に覚えてるから今言ってみていい？ひなうるさく感じてしまう。私もそれ思う。ひなうるさいよね。覚えてるかチャレンジ。いくよ。ニュータウン。それは大都市の郊外に造成された新しい町。30年以上前、日本の成長と希望の象徴として全国各地で作られたが、今ではその多くが老朽化し忘れ去られようとしている。北関東にあるユートピア嵐が丘は不動産会社ゴーサキランドが作ったニュータウンだ。都心から電車を乗り継いで約1時間半遠くてもマイホームを夢見た小市民たちが暮らしている。私が通う私立嵐川学園もゴーサキランドによって設立された。ほぼ全ての生徒がユートピア嵐が丘に住んでいるという、ある意味牢獄のような学校である。閉鎖された学校ゆえ、昔から先輩や後輩、親の職業や地位によってヒエラルキー的な身分制度が存在していた。私は朝日ひな、彼女たちは友達の桑原郁美と山本すみれ、ひなと笑ったすみれ、私たちは生まれも育ちもユートピア嵐が丘のユートピア子で平民だ。すごくない？ヒエラルキーの頂点にいるのが生徒会長で、その下に生徒会メンバー、親衛隊と呼ばれる実行部隊が組織されていた。彼女たちは皆先民だ。私たちは下を見続けた。いつか空を見ることを忘れてしまった。革命の始まりを告げる朝、校門に一人の転校生が立っていた。これはどこにでもある小さな世界の革命の物語。すごくない？私本当にすごいと思うこれ覚えてる。めっちゃ練習したんだなって。オープニングのとこだけ今すぐにやってくださいって言われてもできると思う。私なぜ覚えてるの？わかんない。なんでこんな覚えてんだろう。
知らないけどすごいだよね知らないよね朝日奈記憶力すごいっすね。昨日そのブルーレイマジ見た？ガイデン？タウガイデン？いやそれはさもう全然この間やったばっかだから全然覚えてるよ。音楽が聞こえてくる。リハーサルだね。ガイデンのフィナのセリフはそんななくない？私たち幼馴染じゃん。小学校、中学校も一緒。いつも三人で遊んだから。ザ。アルフィーみたいって言われてたじゃん。嵐が丘のザ・アルフィーは解散するの自殺ザ・アルフィーってそう、タウちゃんに突っ込んでもらうんだよ。ね、今までもずっと千里ちゃんが突っ込んでくれてたんだろうね。あそこも千里に突っ込んでもらいたくてわざわざ間違えて行ったんだろうね。みんなドッ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 と聞こえる？私今めっちゃリハーサルの音が聞こえてきてヒヤヒヤしてるんだけど。アルフィーファンから苦情来た。え、わかんない。私たちの知らないところで来てるのかもしれないね高井沢さんちょっと聞こえた。あ、でも何の曲かわからないでしょ。ドドドドド。ちさとは全然変わんないね。ほんと高見沢みたい言い方よ私はあれ好きですよ。あ、でも歌えないか今。ディスタンス、ディスタンスはすごい聞く。歌番組で私たちの出番の2つくらい前に目の前で生放送でフジテレビの時だったかな。そう、私たちの目の前でもう演奏されていて、うわーってこれ生で聴けるのやばーって思って、やっぱりいつもすごいなんかすごーいギターを持ってらっしゃる。天使の、あー、そう、天使のギターとかもあった気がする。なんかいろんな動物じゃないけど、なんかうわそんな感じのギターって存在するんだっていう。そうそう生のザを見たので生のザ、何の曲だろうこれ。聞こえるけど全然何の曲かわかんないや。生のさ海に来るの待ち、え、全然、まあ、いつ帰ろうかなってぐらいあ、時間あるじゃんと思って
何気なくショールーム開いて全然私はいつでも、でもみんなももうそろそろお昼休憩終わるでしょ。私もじゃあその頃に帰ろうかな。今日夜の配信、今日はないよ夜。もうね早く寝ようと思ってる。私もあとはねこんくらいあるお仕事、あと10分で仕事返し、あー頑張ってじゃあ私ももうそのくらいしたら終わりにしよう。りんちゃん実家に帰ったら茨城弁になるな。なんかそんな分かりやすい感じで戻らないけど、でもやっぱね親友とかと喋ってるとね、なんか独特のなんかちょっと汚い感じになってた。この間気づいたけど、なんとかだっけねみたいな、そうなんか濁ってる感じ、言葉が。イントネーションはもう日頃からおかしいんだけど、いやでもね気をつけようと思ったら全然。なんかスイッチオフにしてるとすごいイントネーション変になってる。だってはねほんとね出てこない。そんなに昨日キルがなまってた、なんかそうなってたね。でも未だにどっちが正しいのかわかんない。キルキル、私どっちで間違ってたの。キルキル、こっちの切るとなんか間違えてたんだっけ。ズバリとかズバリもなんか未だによく分かってないんだよね。切る切る切る、まあいいや。切るじゃなくて着る、あ、ルーが上がるって方、着る、洋服を着るとか T シャツを着る、こっちか。じゃあ私普段から間違ってんのか。ハサミで切る、髪を切る、あー確かに切る、確かにこっちで言ったら確かにそうだ。ギリギリになっちゃう。そうですね。いやあの歌は本当に素晴らしい。私一番舞台の中で一番の曲が好き。タワー派遣、そうこのくまちゃんそうなの。ありがとう、カンナッピがくれた。めっちゃ優しい、頑張ってね。だってありがとう、頑張る、頑張るね、ありがとう。カンナピス早く音源化してくださいね。え欲しいよね。私必ず1日2回ぐらいは聞いてるかも。あのなんかお仕事行くときとか聞いてるもん。ゆいゆいペヤング制作中、なんかゆいゆいがペヤングを作ってるらしいよ。音源をすす分けしてくれ、おすす分けしてあげたい。本当にみんなにも聞いてほしい。でも私が持ってるのカラオケバージョンだけどね。直感でセリフが入るサンタラセリフ私がやだ、恥ずかしいそうこのくっちょリリーが入ってるやつでしょ、恥ずかしいよ、やだよ物語がねその前後にあるから成立するわけで、いきなりキルミーキルユーで
レム様、見張りの生徒からのなんたらなんたらですとか言ったら、聞いてる自分が恥ずかしい。でも、マジでてっぺんブースとかもそうか。入ってるもんね、あれね。こうのやじ、あ、大好き、それ。そんな冬春はまだ。じゃ、音が違うな。まだ来ない。これユイヒの前でやると怒られちゃうから。大好き、そんな冬春まだ来ないファン。可愛いよねあれね。上がるの可愛いよね。ピンクです。うん、ピンクじゃない。今日はいつも寝るときに着てるやつをちょ、形が好きだから着てしちゃった。だからほら、すごいなんか寝てるみたいな感じのこんな可愛いの着てるの今日。そう、キャラクターがすごいラブリーな。いいね、私の前に立つじゃねっていう決め台詞。いいね、いいな。ぬるちゃんもそういうの欲しいな。長袖暑くない意外とね。なんかすごい冷房ガンガンだからね、ちょうどいい。これはトークしながらじゃん。やだよそんなの。なんかちょっと披露してくださいってやるときにさ、披露できるワードじゃないじゃん。遠くしろって。だって上を見るような下を見るとか別にさ、オリジナルではないじゃん。なんならカイザー様の真似してるだけだから。じゃあそれにもまたのりちゃんの決め台詞。かわいそう。決め台詞の出すの本当だよ。かっこいいのちょうだいよ。珍しく配信長いなって。もうちょっとで終わりにするね。苦労感が。ほんとマジ無理って面白い。もうドラマはね、ちょっと丸尾さんに怒られちゃうかもしれないけど、もうね、爆笑。面白い。キュッとしてるからね。私は帰ったらね、もうお家が今めちゃくちゃなので、お部屋の整理整頓しようかな。めちゃくちゃとは。いろいろ物を出しっぱとかすごい散らかっている。いやー、ぶっ散らかってるね。ルンバないの。
ルンバってすごい高そうなイメージなんだけど。いやでもなんか自分でやった方が頑張ったなーっていう感があるから。いやそう、塩コショウほんとなんで枕元にあったのかほんとに謎。なんであったんだろうとか言うとなんか酔っ払ってとかそういうの思われそうだけど、全然そんなお酒を飲んだとかも全くないのに、疲れマックスの時とかになんかなんでだろう、ほんと不思議。いや朝起きた時にさ、なんか目の前に塩コショウってなんでってちゃんとなんでって言った私朝一で。それ片付けるの忘れてたから夜にも夜さ寝る時にもさ塩コショウってあーって片付けるの忘れちゃったと思って。多分きっと塩コショウ使う何かお料理してて、それで充電してたからベッドあるところまで行って塩コショウ持ったままベッドのところ行ったんかな、本当に謎。それは塩コショウが言いたいセリフだぞ確かになんでここにいるってねいや料理中に寝落ちしたらねありえないんだよね。ね、何かと間違えて思ってちょっとね、そうなのかな。飲みすぎないねー、飲んでないってば。意味が待って、ありがとう、頑張る。ね、お誘いにしよう。うわあ手が、手ってか指がしびれた。いやね、みんな頑張ってね、お仕事これから午後の部が、お勤め午後の部頑張って。私もあるからお互いに頑張りましょう。ヘアピンかわいい、絶対かわいくないぞこれ普通の何の飾りもない色もついてないただのピンで雑に留められてるだけなのに褒めますね。カンナッピありがとう、クマちゃん置いてくれてありがとう、エールをいただきました、ありがとうね。さあ夜はゆっくり寝ます。ありがとう何気なく始めちゃったけどすごい長くやっちゃった。じゃあまたね、バイバーイ、切ります、終わりだよ、じゃあねー。